アムチャンネル。紹介をしたいと思います。まず僕205なんですけど、ちゃんと名前も書いてくれててですね。でドアを開けますと、まずこれオートロックではありません。ガチャってしてください、鍵を。でこんな感じです。玄関、靴脱ぐところも広いですね。広くなってまして、タオルかけるやつがあり、でここはこんな感じで電気をつけて、トイレ、ウォシュレットですね。タオルもちゃんとここあります。でですね、お部屋にお風呂はありません。大浴場を使う感じですね。11時までかな。で、襖を開けるとこんな感じで部屋です。いや、広いです。非常に広くて、布団も空いてあって、冷房もキンキンに冷えてます。で、ここは予備のこういう布団が入ってますね。でですね、お茶セット、コーヒーもあります。あ、違う、クッキーですね。コーヒーだと思ったらクッキーがあります。すごい。でお茶もですね、お茶セット、僕カップラーメン買ってきたんですけども、お湯これ熱いですかって言ったら、カップラーメンだと廊下にありますんでっていう、熱湯が、あと電子レンジも廊下にあるそうです。あ、いいですね。伊藤園のやつ、美味しいやつ。ここでお茶を飲むことができます。あー、僕お茶買ってこなくてもよかったな。そしてテレビ、金庫、東芝の32型、結構大型があります。
あ、こっちもこうやってあるんですね。あ、冷蔵庫ありますね。あそこに冷蔵庫あります。あ、ここにちょっとした洗面台がありますね。洗面所、そして金庫、灰皿で、ここにですね、あのこういう衣服の消臭、ちょうどいいですね。これこうかけます。そして浴衣、M サイズと L サイズがあります。N 使うか。そしてアメニティ、歯ブラシ、ひげ剃り、櫛があります。そしてタオル、ちっちゃいタオルのセットとバスタオル、こんな感じです。非常に快適でいいと思います。冷房も、あ、下から来てるんだ。すげえ冷たいのが来てます。ということで、朝食付きでですね、3000円ジャストぐらいなので、この辺には、あの他のホテルはすごい高かったので助かりました。ただここ気をつけてほしいのは、あのスーパーマーケットが近くにないんですね。僕はスーパー19キロです。一番僕が知る限り近いのは。すごい、これアンティークな、こういうエアコンのすごいですね。あ、これで変えられるんだ。ほら、すごい。低くするとそれに合わせてパワーがついて、上げると出力が下がる。感動的。なのでスーパーで何かを買って夕飯にしたい方は、神津市、絵図って読んでましたけど、あそこでスーパーマーケット検索して買ってきた方がいいです。近くにコンビニとかはありません。なので気をつけてください。でもそれでも十分ですね。今から、大浴場に行ってみたいと思います。それではありがとうございました。